近頃ニュースを見れば地政学の言葉を聞かない日はありません。テレビのコメンテーターが地政学的にですねなどと話しながら解説するのをなんとなく聞き流していませんか？しかし今さら聞けない地政学って何ですか？その答えにお答えしよう。そもそも地政学とは、日本ではその昔誰もが勉強していた学問でしたが、しかしある日を境に封印されてしまった禁断の学問だったのです。歴史に関する事件や人物などをご紹介しているこのチャンネル、皆さんこんばんは、ゴン吉でございます。今回ご紹介するのは地政学。誰もが聞いたことある言葉だと思いますが、一体どんな学問なのかよくわからないと言われる方も多いことでしょう。大学で専門の学科があるわけでもなく、本屋に行けば地政学の本が売ってあるのは知っているけど、なんだか難しそう。そんなあなたにお届けする今回の動画、地政学。この動画を見ればニュースがもう少しわかりやすくなったり、地政学的にはこれはこうなんだよとマウントを取られる心配もございません。ひょっとしたら気になるあの子に尊敬されちゃったりするかも。モテる、尊敬される、マウントされない、もうこうなったら地政学勉強するしかありませんよね。私ゴン吉が簡単にわかりやすく地政学をご紹介させていただきます。ぜひ最後まで動画をご覧になって楽しんでいってくださいませ。地政学とは何か、簡単に言うと軍事戦略の理論です。地図を戦略的に見てどうやって空間を支配するのかを考えるものです。国家というのは戦争があってもなくてもいつでも周りの国の様子を見極めながら、あらゆる戦略を練って自分の国を守っています。歴史的な視点で考えることも必要ですが、地理的な視点も必要です。この地理的な視点を用いる戦略が地政学です。また地政学はとても現実的で実践的な軍事戦略で、例えばテロとの戦いという大義名分でアメリカはイラクを攻めましたが、その根拠とされた大量破壊兵器はついに見つかりませんでした。では何のために攻めたのか、その本当の目的はアメリカがロシア寄りのフセイン政権から石油利権を奪うためだったとされております。地政学的に必要だから攻めたということだったのです。2つの基本的概念、全ての国は地理的条件から逃れることはできません。大国に挟まれていたり、半島に突き出ていたり、様々な地理的条件の上に成り立っています。しかもその地理的条件はずっと変わりません。それぞれの国はずっと同じ地理的条件で戦略を練っているのです。このように地理的条件を出発点とする地政学には基本となる2つの概念があります。それはシーパワー、海洋国家と、ランドパワー、大陸国家です。島国のイギリスや日本は海に強いシーパワーで、海に守られているため他国からの侵略を受けにくいです。特に日本は黒潮と親潮という世界的にも非常に流れの速い海流に挟まれていますので、船に慣れてないと近づくのは簡単ではありません。なのですぐ隣に中国という大陸がありますが、歴代中華帝国に今まで支配されたことはありませんでした。大陸のロシア、中国などは陸に強いランドパワーになります。陸戦の戦いが主軸で陸続きで攻めやすいため、強い国家が出現するとあっという間に大国になったりもしますが、攻めやすいというのは逆に攻められることも多く、守りにくいデメリットもあります。地政学の歴史、アルフレッド・マハン。アメリカの軍人で歴史家のアルフレッド・マハンという人物がいます。この人物がシーパワー理論を見出しました。アメリカの南北戦争で北軍士官として従軍、その後極東派遣艦隊の副長として日本を訪問して、徳川慶喜を自らの軍艦に乗せたりしたそうです。日本海軍は早くからマハンに注目し、後に日露戦争で活躍する秋山実行はアメリカ留学中にマハンに直接指示し、マハンから学んだ軍略で成果を上げました。海軍大学校で戦士の教官となったマハンは、古代から18世紀の戦争を概観して1900年に書いた本でこう結論付けています。1、海上権力、
シーパワーを握った国が世界の覇権を握ってきた。2、中国貿易ルートとカリフォルニア防衛のためにパナマ運河を建設せよ。ここを通らないとアルゼンチンの南をぐるっと回らなくてはいけないので重要拠点なんですね。3、パナマ運河防衛のためにカリブ海をアメリカ海軍の内海にせよ。カリブ海はパナマ運河を守るために押さえておかないといけないアメリカの内海です。キューバにソ連が核ミサイル基地を建設したキューバ危機がどれくらい衝撃的だったのか改めてよくわかりますよね。4、太平洋上のハワイ、フィリピンに米軍基地を建設せよ。日清戦争で日本が勝利するとマハンはこう言っています。日本の発展により東洋と西洋の両文明が急速に接近し衝突に向かっている。米国はハワイ、カリブ海に戦勝基地を獲得しパナマ運河を建設し効果に配慮すべきだ。効果とは黄色人種が勢力を強くし白色人種に与える災禍という意味で、マハンは後の第26代大統領セオドア・ルーズベルトに書簡で、問題は最も重要なハワイ諸島の将来を日本に委ねるかどうかだと言っています。セオドア・ルーズベルトはマハンの進言通りにハワイ王国の併合、フィリピン、グアム、キューバを領有するスペインとの戦争を主導しパナマ運河の建設に着手するんですね。地政学的に計画を立てて着々と進めてますよね。アメリカって本当にすごい国ですよね。将来日本とぶつかるって日清戦争の時から考えてたっていうのは驚きですよね。5、ロシア海軍の太平洋進出を阻止するためアメリカ、イギリス、日本、ドイツの海洋国家同盟を構築せよ。ドイツは当時中部太平洋のマーシャル諸島などに植民地を建設していました。マハンはロシアを太平洋に出してはいけないとよく分かっていたことが伺える一文です。その後日英同盟が結ばれ1904年の日露戦争でマハンに支持していた秋山実之がバルチック艦隊を破ることになります。マハンが予測できなかったのは航空戦力の登場でした。ハワイ真珠湾を攻撃した日本軍が艦隊決戦より前に航空戦力で攻撃したことは世界の軍事戦略を一変させたのです。しかしこのことの意味を正確に理解したのはアメリカ軍の方でした。軍艦の製造に変えて空母と航空機を大量生産し日本のシーレーンを徹底的に破壊する作戦に出たのです。それに対して日本は対艦巨砲主義と艦隊決戦にこだわりパナマ運河の幅を超える超大型戦艦ヤマト・ムサシに命運をはけました。先に航空機で攻撃するという新戦法を使ったまでは良かったんですけどね。地政学の歴史、ニコラス・スパイクマン。日米戦争が始まった頃、戦後の世界を見通したのがオランダ出身のジャーナリストでアメリカに帰化して国際関係論を教えていたニコラス・スパイクマンです。大戦末期に病死していますが1942年の講演をまとめた平和の地政学では彼はこう指摘しています。1、ユーラシア大陸のヘリの争奪が世界大戦の原因である。地政学的に争いが起こりやすい地域、それはユーラシア大陸のヘリだとスパイクマンは指摘しています。言われてみるとまさにその通りで、この争いの起きやすいユーラシア大陸のヘリをリムランドと呼びます。2、リムランドを制した日本、ドイツを倒すためアメリカとイギリスはランドパワーのソ連、中国と同盟して第二次世界大戦を戦っている。この後に続く項目がすごいんですが、3、日本、ドイツの敗北後ソ連、中国が台頭してユーラシア大陸のヘリに進出するだろう。4、アメリカはエアパワー、空軍を強化して日本、オーストラリア、フィリピンに空軍基地を持つべきだ。5、長い国境線を接するソ連と中国はやがて対立することになる。これすごくないですか？これ言ってるの1942年の話ですから、第二次世界大戦まだ終わってませんからね。戦後の米ソ冷戦、日米安保体制、中国ソ連の対立まで見通しているのはすごいですよね。
中国とロシア今仲いいじゃんっていう方もおられると思います。しかし地政学的に隣り合う大国は争うんですね。今はロシアはウクライナを攻めてて、中国は台湾を取り戻したいというお互いに似たような状況なので争ってませんが、いずれ争いますということです。地政学の歴史、ハルフォード・マッキンダー。地政学の発展において最も影響力のあった人物はイギリスのマッキンダーです。地政学の基本理念である時代が変わっても変わらない要素が地理であり、地理的条件によって規制されることがたくさんあるということに気づいたのがマッキンダーでした。マッキンダーはイギリスの学者なので、基本的にはシーパワーのイギリスの戦略を考えていますが、その中で地政学のベースとなる普遍的な理論をいくつも唱えています。その中心がハートランド理論です。ハートランドはユーラシア大陸の中心部でロシアの領域です。簡単に言うと、ハートランドを制する者は世界を制するという考え方になります。ユーラシア大陸から北極海に流れる川は全て凍っているため、シーパワーの国が川を遡って軍艦で攻め込むことができません。だからここは難攻不落の安全地帯です。これがハートランドの意味です。え？それじゃあロシアが世界を特に支配しててもおかしくないじゃんと思いませんか？実はマッキンダーとは対照的な理論を提唱した人物がいました。マッキンダーのハートランド理論とは対照的に、アルフレッド・マハンはワールドシー理論に行き着いています。これはつまり太平洋や大西洋などの世界の大きな海洋を支配する者が世界を制するという考え方です。世界を制するポイントはユーラシア大陸の中心部を抑えるハートランド理論と海洋を支配するワールドシー理論が出てきたわけですが、あくまでこれは基本ベースの考え方です。両者には押さえておかないといけないポイントがあるのです。ハートランドとワールドシー、ハートランドとワールドシーにはそれぞれ急所のような部分があります。まずハートランドですが、現在ロシアがユーラシア大陸のハートランドを制しています。しかし陸軍と海軍だけの時代と違って、空軍エアパワーが出てくるとユーラシア大陸のヘリの重要性が浮かび上がってきました。このユーラシア大陸のヘリのことをリムランドと言います。海軍と空軍があればまずリムランドを支配し、そこから真ん中のハートランドを支配できると考えられたのです。つまりリムランドを制する者がハートランドを制するということなのです。オランダ出身のジャーナリストニコラス・スパイクマンは言ってましたよね。ユーラシア大陸のヘリの争奪が世界大戦の原因である。しかも日本、ドイツの敗北後、ソ連、中国が台頭してユーラシア大陸のヘリに進出するだろうとも言っていました。その予言通りリムランドで起こった戦争がありましたよね。朝鮮戦争とベトナム戦争です。リムランドを抑えることが重要だからこそ起こった戦争だったのです。それに対してワールドシー理論はどうでしょう。海を抑えると言っても広すぎますよね。抑えるべき要所リムランドの海洋版がマージナルシーと言います。大陸の外側の湖上列島や群島、半島によって囲まれた海です。つまりこれはリムランドの周りの海ということになります。マージナルシーを抑えることがワールドシーを支配することにつながり、さらにはマージナルシーを支配するとリムランドの支配につながります。その先にハートランドの支配を伺うことができるのです。日本の周辺にはマージナルシーが並んでいます。北からベーリング海、オホーツク海、日本海、東シナ海、南シナ海へと連なります。よく見ると全部揉めてますよね。北方領土、尖閣諸島、台湾、南シナ海、これらのマージナルシーを支配することがとても重要なのです。地政学に基づく代表的な戦略。さてここから地政学に基づく代表的な戦略をご紹介したいと思うんですけれども、少し気分転換と言いますか、はい、私ゴン吉から皆様にお願いがございまして、
実はですね、このご覧のこのチャンネルはですね、高評価を押していただけると大変励みになるというのがございます。はい。これも地政学的に非常に重要なことでして、ぜひですね、グッドボタンをグッと、はい、クリックお願いいたします。はい、どうもありがとうございます。いいね。今後ともよろしくお願いいたします。あざーす。よろしくお願いします。これで頑張って動画作れます。バランスオブパワー。バランスオブパワー。勢力均衡という考え方があります。例えば、シーパワーのイギリスは昔から一貫してヨーロッパ大陸に対してバランスオブパワーの戦略を適用しています。具体的にはヨーロッパ大陸に覇権を求めない。ただし、ヨーロッパに強力な単一国家が現れた時はイギリスの脅威になり得るので戦うというものです。この戦略でイギリスは基本的に巨大化した国家とだけ戦ってきました。無敵艦隊のスペイン、ナポレオンのフランス、第一次世界大戦と第二次世界大戦ではドイツ、そして冷戦期のソ連です。かつて7つの海を海軍力によって制覇し、世界帝国を築いたと言われた時でも、イギリスはヨーロッパ大陸を直接支配していたわけではなかったというのがございます。シーレーンとチョークポイント。もう一つ、イギリスの地政学的戦略からシーレーンについて見てみましょう。イギリスは7つの海を支配しましたが、それは太陽の全体をくまなく支配したわけではありません。自国の貿易を守るための安全な海上交通路であるシーレーンを確保したというのが正解です。具体的にはジブラルタル海峡から喜望峰、中東、インド、マラッカ海峡、香港に至る海上交通の要衝を押さえて、アフリカ大陸とユーラシア大陸を取り囲むようにシーレーンを築きました。このシーレーンを見て気づいた方もおられるのではないでしょうか。そうです。イギリスはアフリカ大陸とユーラシア大陸の縁、リムランドとマージナルシーを押さえていますよね。大事なところを抑えてたんですね。ちなみに当時、ユーラシア大陸の中心部にはランドパワーのロシアがいましたが、イギリスとロシア、二つの大国が内側と外側からぶつかって覇権争いをしていました。このことをグレートゲームと言います。さらに、シーレーンに関してチョークポイントを抑えるという戦略があります。チョークとは首を絞めるという意味で、ここを締めると相手は抵抗できなくなるポイントになります。シーレーンを抑えるとき、要衝となる海峡や運河が出てきます。ここを抑えれば最小限の海軍で効果的に支配できるというポイントです。具体的にチョークポイントとはどこなのか。ジブラルタル海峡、ボスポラス海峡、スエズ運河、バベルマンデブ海峡、ホルムズ海峡、マラッカ海峡、バシー海峡、パナマ運河などが挙げられています。船で必ず通る重要な場所ですよね。バッファーゾーン。例えば、あなたのご近所に迷惑な人が住んでいた場合、どうしますか？もしお隣さんがヤクザの事務所だったり、または危害を加えてくるような人が住んでいたら怖いですよね。そんな時、せめて間にもう一軒家が建ってたらなぁなんて考えたことはありませんか？国の場合でもそういったことがありまして、すぐ隣に敵国があったりすると困るわけなんですね。つまり、バッファーゾーンというのは、例えば大国と大国の間に挟まれた小国とかですね。世界地図見てみると、あ、これのことだなぁっていうのがすぐわかると思いますが、大きい国であってもですね、敵国からの侵攻が怖いわけなんですね。なので、直接の侵攻を防ぐために、周辺の地域にバッファーゾーンを作ろうと考えるわけですね。その国を自分の影響下に置こうとするわけです。ですが、よその国もそのバッファーゾーンに干渉してきますので、すると衝突が起こりやすくなります。つまり、バッファーゾーンでは、大国と大国の代理戦争が起こりやすいと言いますか、紛争地域になることが多いわけなんですね。例えば日本にとってのバッファーゾーンには朝鮮半島がありますが、
日本のすぐ隣にある大国中国ですけれども、今まで歴代帝国が生まれてですね、日本はその脅威にさらされてきたわけなんですね。しかし間にバッファーゾーンの朝鮮半島があったので、直接の侵攻をほとんど防ぐことができたわけです。例えば1800年代後半に日本は清と対峙しました。もし清が朝鮮半島を支配したとしたらどうなるか。朝鮮半島を支配した次は日本ということになりますよね。なので日本は清と朝鮮半島で戦いました。これが日清戦争です。その後南下してきた大国ロシアが脅威となったので、また朝鮮半島でロシアと戦いました。これが日露戦争です。日本にとってこの2つの戦いはバッファゾーンの朝鮮半島を大国に支配させないための戦いだったわけです。同じようにヨーロッパのバッファゾーンとして東欧諸国がありますよね。ヨーロッパのすぐ東には大国ロシアがあって、しかしロシアも同様に西側の NATO からの直接攻撃を防ぐために緩衝地帯が欲しいわけなんですよ。ロシアも実は怖いんですよね、攻められるのが。なので現在ウクライナに侵攻してますけども、これはバッファゾーンを構築するための戦略ということなんですね。ちなみに NATO ってよく聞くと思いますが、これは何かと言いますと、アメリカ、イギリスを中心に誕生しました。ロシアに対抗するために結成された西側陣営の多国間軍事同盟のことです。地政学的世界の中心、地政学の基本もいよいよ大詰めとなってまいりました。皆さん改めて地球をぐるっとね見ていただきましてですね、ハートランドにはロシアがいますと何度もお話ししてきましたが、実は南にもハートランドがあります。イギリスのマッキンダーが挙げているもう一つのハートランド、それはアフリカ大陸でサハラ砂漠より南のアフリカです。この辺りに住むのは難しいのですが、資源がすごく豊かな地域なんですね。ユーラシア大陸の中心部が北のハートランドだとすると、アフリカ大陸の南部が南のハートランドということになります。ここで重要になってくるのが、北と南のハートランドの接続部分にあたる部分が大事になってくるということなんですね。なぜならここを抑えることで南北2つのハートランドに影響を及ぼすことができるからです。では2つのハートランドの間にあるのは何でしょうか。アラビア半島なんですね。アラビア半島は2つのハートランドの交通の要でして、地政学的にとても重要な場所なんですね。マッキンダーはこのことを石油資源が大量に発見される前から指摘していました。つまりアラビア半島は石油資源があるから重要なのではなく、地政学的にもともと重要な場所だったんです。しかも南北のハートランドだけではなくてですね、ヨーロッパとアジアもつないでおります。ここは昔から様々な文明が交差する要衝なので、ここを抑えれば世界全体を制することができるというわけです。その中でもアラビア半島の付け根にあるエルサレムは世界の中心ともいえる位置にあります。しかし逆に言うと争いが起きやすくなるので、最悪の土地ともいえるわけなんですね。はい、この場所は現代のグレートゲームが展開されている地域でして、地政学的にもそれだけ魅力的な土地ということなんですね。まあそれにしても大昔から聖地と呼ばれているところが地政学的に見てもやっぱり重要地点だったっていうのはちょっと鳥肌ものですよね。日本の地政学、はい、最後に日本の地政学についてご紹介しますと、実は戦前の日本はですね、海外の地政学を輸入して様々な地政学派が生まれておりました。アメリカのマハンの海上権力史論という本はですね、翻訳されまして、明治天皇の勅令により全国の学校に配られていたというのですから、これはすごい驚きですよね。つまり国民の大部分が地政学知ってたってことなんですよ。日露戦争で活躍しました海軍参謀秋山実之などはアメリカ留学中に直接マハンから学んでおりますし、ドイツの地政学もですね人気だったのですが、
しかしその後、日本もドイツも第二次世界大戦で戦争に負けてしまいましたよね。それで地政学は戦争に直結する学問だから扱わない方がいいよね、とされて、地政学は完全に封印されてしまった、ということだったわけです。ですが、ここ数年ですよね。地政学という言葉をちらほら見かけるようになったのですね。なんで封印されてたのに今地政学とか言われ出してるのかって考えると、なんか思惑があってのことではないかとも思えますが、そのあたりはわかりません。はい。ですが、国民が地政学を知らないせいもあって、アメリカ軍が撤退させられて、そこに中国軍が出張ってきてしまったとかいう地域もあるので、こういう教育も大事だなっていう認識になったんじゃないのかなって私個人的には思ったりもします。はい。さて、いかがでしたでしょうか。今回は封印された禁断の学問、地政学をご紹介させていただきました。基本的な部分を話してみましたが、地政学を知ることでですね、ニュースがわかりやすくなったりすると思いますし、みんなが知っていた方がより良い未来につながると思いますので、今回動画にさせていただきました。台湾がそろそろ危ないぞって言われるこの時期だからこそ、ちゃんと知っておかないといけないなって思いますので、はい。またですね、地域別続編もやっていこうと考えておりますが、皆様のですね、ニーズがあるのか知りたいので、アメリカ編とか、ロシア編が見たいとかいう方はですね、ぜひぜひコメント欄に書き込みをよろしくお願いいたします。いやー、まだまだ地政学は奥が深いですよね。宗教問題とか民族問題とかもありますからね、掘り下げたらいっぱい出てきそうですけれども、まあ私、ゴン吉もですね、コツコツ勉強して、もっと世界情勢のわかるおっさんになろうと考えている次第でございます。それを皆さんにね、わかりやすくお伝えできたらなと考えておりますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。はい。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。ただいま。いつもの誰もいない俺の部屋ですよ。今回ですね、地政学の動画を作るのに際して、まあ、2冊本を読ませてもらったんだけど、まあ、僕は本を読むのが遅いのもあって、動画作るのにまた時間計っちゃいました。待っててくれた人がいたらぜひコメント欄で、待ってるぞって書き込みしてください。アンチコメントは嫌ですけどね、やっぱりコメントないと反響がわからないから、ぜひぜひお願いします。あとスーパーサンクス機能もありますので、やってくれたら大変嬉しいです。最後に、まだチャンネル登録してませんっていう方がおられましたら、ぜひですね、登録していただいて、あと通知ボタンも押していただくと、僕が動画上げた時に通知が来ますのでね、見逃すことがありませんので、ぜひ通知ボタンもよろしくお願いいたします。もうやってくれたらめっちゃ嬉しいです。あなたの応援が僕の動画作りを支える地政学になってますので、よろしくお願いいたします。以上、ゴン吉でございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、おやすみなさい。さよなら。